こんにちは。今日はですね、皆さんにちょっと感謝を申し上げたいなと思いまして、というのがね、チャンネル登録者数がここ1ヶ月で300人ほど、増えましてですね、1万4800人になってるんですよね。で、しばらくチャンネル登録者数って横ばいだったんですけども、ここに来てぐんと伸びたのは、おそらくですね、YouTube の再生数の伸ばし方とか、それから政治ネタですよね。岸田総理みたいなところが今ね、結構疲れてるところもありますし、それから元気のいい令和新選組とかを扱ったところもあるのかもしれません。なんといってもね、 YouTube でどうやって再生数を上げるかとかチャンネル登録を伸ばすかっていうところが今までちょっと手薄になっていたのがね、久々にこのシリーズをガンガンやるとですね、やっぱり私の動画を見てくださる方ってビジネスとか YouTube に興味がある方、 YouTube で投稿してくださる方がね結構多いと思いますので、参考になるってことで、改めてね今回チャンネル登録に結びついたんだと思います。本当にありがとうございます。ちなみにですね、チャンネル登録1万5000人というとどのぐらいの規模に匹敵するかというのを日本の市区町村でちょっとね、出してみようかと思います。まあ聞いたことがないような町かもしれませんよ。例えばね、日本の自治体およそ1800あるそうなんですけども、私の1万5000人っていうのはだいたい真ん中の1000番台なんですよ。例えば北海道の石狩郡、これが1万5000人前後の人口ですんで、私のチャンネル登録と匹敵すると。それから高知県の四万十町ですよね。聞いたことありますかね。四万十川っていう川があるところですけども、ここもだいたい1万5000人ぐらいだそうです。そして鳥取県、大山町ですよね。大山っていうね、富士山に似た山があるんですけども、ご存知ない方多いと思います。はい、ちなみにですね、福島県の大熊町、双葉町、それから浪江町っていう3つは人口ゼロなんですよね。まあ例の、原発のことでこうなっちゃったんだと思いますけども、どうですかね、何人住んでたかちょっと分かりませんけども、かなり多くの人数がいたんじゃないかなと。それこそ数十万人単位でいたんじゃないですか。ここは原発のお膝元でかなりのね、補助金ですとか交付金が出まくっていて、結構就職も盛んで賑わっていた町だと思いますので、これが一気にゼロになって10年以上経つ今でもずっとね、住民登録がないということで、まあその被害の恐ろしさが伺い知ることができますね。ということをちょっとね、ここで申し上げさせていただいて、じゃあこれからね、私のチャンネルどこに目指していくかっていうと、やっぱね、YouTuber としては、入り口に立ったかなといえる10万人ですよね。やっぱ10万人に向かっていきたいなと思う中で、お仲間募集、あとね、8万5200人ということで、0から1万5000人になったわけですから、1万5000人が3万になるのも、そんな不思議なことではないですし、3万人になるんだったら5万人6万人も当然行くでしょうしね、10万人になるとできることもかなり広がってくるんではなかろうかと思います。例えばチャンネル登録10万人となると、おそらくですね、幸福の科学の大川隆法さんの息子さんのチャンネル登録者数が十数万人だったように記憶してるんですけども、そのあたりとか、それから私の好きなね、大人の教養 TV、ドンテルミー新井さんのチャンネルが22万人、3万人ぐらいだったかなと記憶してます。それから NHK の立花隆さん、54万人です。これは10万人に達したからといって遠く及ばないんですけども、一応ですね、チャンネル登録10万人以上の YouTuber さんは、ちょっとこれ、以前のちょっとこう会話であったんですけども、公認としてくれる可能性がちょっと高くなるのかなっていうところですね。公認っていうのは、NHK 党が費用を出しての公認と、自己費用での公認というのがありますんでね、どちらかというと影響力が強い人の方が応援してもらえる可能性が高いかなと思ってますけども、さあその10万人、先ほどの例ですけども、日本の市区町村地方自治体に換算するとどのぐらいの規模の都市なのか、ちょっと聞いたことがある都市が出てくるかもしれません。例えば大阪府泉佐野市ですね、これが10万人前後でございます。それから、岡山県の津山市ですよね。津山も大きな津山城っていうのがありますけど、ここも10万人前後の人口でございます。それから北海道の千歳市ですね、こちらも千歳空港っていうのはね、耳に聞き覚えがあるんじゃないかなと思いますけども、10万人ともなると、あれちょっと聞いたことがあるかもっていうふうに思わせるような、そのぐらいの規模になるかなってとこなんですけども、でも YouTuber としてチャンネル登録10万人ってなんかね、視聴者さんから見ると何それみたいな感じでしょ。けどね、一生のうちにこの10万人どころか1万人に達する人はほとんどいないですからね。だからやってみれば分かる、その道の険しさっていう形ですか。でもね、大変な思いをしても
別に社会的な影響力がなければそれは何の波風も立たないということになりますので、やっぱりあくまでもね、実を取りに行こうかなと、花を咲かせて実を取るというところですよね。頑張ったんだけども根っこでしたっていうんじゃなかなか世間様から評価も受けられませんので、私はまあ世間体がね気になる小さな人間ですから、世間体を重んじる上でも10万人ね、このぐらいのことはしておきたいかなと思います。決して不可能ではないと思います。そのためには視聴される皆さんのご協力必要でございますんで、つまんない動画でもね、一応まあお情けでいいねボタンを押しちゃってください。じゃあ今回は以上でございます。ありがとうございました。